はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。今日もですね、ロマンシングサガー2、リメイク版ですね、こちらの方を、続きやっていきたいと思います。前回はあれですね、レオンと共にビクトールの敵討ちに婦人氏の元へ向かったんですけれども、結局まあ婦人氏の必殺技のソウルスティールをレオンも受けてしまい、まあレオンが倒れるっていう形になりました。で、皇帝継承をしてジェラルがまあ後を継ぐ形になりましたが、まあ一部ちょっとまあ性格もこんなですからね、言われようはあったんですが、まあ結局力で示すことでまあみんなの心を一つにすることができましたね。まあ一応分岐があったんですけど、先にまあウォッチマンの素でちょっと腕を上げておこうかなっていう感じだったんですけどね。まあそこのクリアで、まあちょっとそのあたりはちょっと打足だったんですけどね。まあ今回は本命の婦人氏のもとにもう一度行こうと思います。で、婦人氏に対しては、まあ、このまんまでいくと、もちろんいいカモになるわけですが、今回はですね、ソウルスチールの見切り技ですね、まあ、このためにレオンは婦人氏のもとに向かって、まあ結局これを受けることで見切り技をまあ理解して、ジェラールにそれを後にまあつないだっていう形ですかね。ホワイーブっていう女性が来てましたが、それが伝承法っていうので、そういう能力を次のものに伝えるっていう伝承法を伝えて、まあ、くれたので、まあ、それを、まあ、逆に言えば思いついて自らもらいに行ったっていう感じではあるんでしょうけど、はい。では今回は、このソウルスチールの見切り技があるので、まあ今度こそ婦人氏を倒したいと思いますね。ちょっとただですね、結構不安になってきたなとは思ってますね。思ったより敵が強い、こんなに強かったかなと思って、序盤あんまり何も考えずにやってた気がするんですけどね。強いな。ここはどうだったかな、帝国の領土とか収入を教えてくれた気が出た気がするんですけどね。これは1回の戦闘、逃げるを含むですね、ごとに4800ゴールドが入ります。で、今トータルでですね、111万992クラウンですかね、これだけ持ってますよっていうことですね。で、これはまあ普段のまあ別に町のお買い物とかお財布はまあ1万しか入らないので大したことないんですけど、まあ物の開発とかですね、建設物を作ったりするのに使われますね。ああ、やっぱダメなんだこれ。最初にメンバー入れるといなくならない限り多分出せないですね。あと前回ちょっと頼んでいたこの開発部ですね、こちらの方に防具頼んでた分の盾が一つできてましたね。先に武器をどうにかしたいんだけどな。まあ、これもタイミングがあるので、これルールがあったはずなんですけどね、もう覚えてないですね。まあそのあたりはまあ適当に調べずにやっちゃいましょう。本当にそういう意味では久しぶりにこうある程度さらっとした形で遊べるんでですね、せっかくなんでゆるゆると遊んでいきましょうか。では、ジェラールが大盾の代わりにこの金属盾ってやつですかね、かなり強いですね。まあただこれどうなんだろうな、回避率とかあるんですよね。まあちょっと持ち物で見んのかなこれ、結構わかんないんですよね。これはページでしょ。です、ああ、一応これ眠りから守るとかありますね。シルバーリング。ああ、結構、そうですね。アクセサリーは割と特攻持ちなんで、なんかつけとくといいでしょうね。ダブレット外すか。OK。まあ、で、物を開発するとですね、最初はすぐには並ばないのかな、確か。どうかな、あーまだか。多分これがこの金属盾っていうやつには変わるとは思いますね。出るはこうか。ちょっと微妙にボタンが違って難しいな。で、どうもこれなんだっけ、携帯かスマホのアプリ版らしいですね。
まあ、その辺もあってちょっと操作が癖があるかなとは思いますね。まあまあ、では早速参りましょう。まあ、このまた藤井氏がいい感じのヒールなんですよね。本当に結構微妙に敵が強くなってて嫌なんだよな本当。ちょっと待てよ、これはねこいつを片付けとかないと。ここに一点集中ですね。オッケー。ああ足速いな。オッケー。やっぱ効果あるんでしょうね。今眠らなかったですね。これはこっちに行くか。これ飛んでるやつとか特攻ないのかな。なんか結構イメージありますよね、弓矢とかって。あ、外すのかよ。弓矢特に外れるイメージはありますね、やっぱり。あ、これは分かんないですよ。私の勝手な偏見なので、違ったらすみません。うわ、また死にそうだな。結構この状態上が地味に効いてる感じがする。ほんと雑魚戦が結構今時間かかってますもんね。こんなに弱かったかなって思うんですけど。まあ藤井氏はこの間見た感じだとそこまで強い感じはないので、まあ、押し切れるかなと思うんですけどね。普通の攻撃で全然いけてたと思うんだけど。あー、しまった。また催眠野郎がいた。見てなかった。あー、ミスったか。おお、セーフセーフ。外すのか。ちょっとこっちにしましょうね。よく見とかないと。忍者系のやつでなんかめちゃくちゃ強いやついたような気がするな。いい感じでレベル上がってますね。ちょっと待ってよ。テレーズの高級じゃなくて、そうそう、このエルダー棒ってやつ確か手に入れたので、あとはまああんまりいいものないですね。これで、まず傷薬だけはちょっと持たしておきたいなと思ったんですよね。1個ずつしか持てないのか。あ、っていうか忘れてましたね、この人の装備を。それこそここはたくさん持たしておいた方がいいでしょう。あー、なんか一応別の持たすか。何なら使えるんだろう。どれもあんま使えそうじゃないですよね。まあいいか。どこだっけ。ただですね、魔法使いなんか装備すると確か魔法がヘロヘロに弱くなるんだったような気がするんですよね。あ、ベアのシルバーリングを逆に外すか。で、これなら大丈夫でしょう多分。ジャラジャラしたやつなら OK。よし、行きましょう。あ、こっちから行こうかな。あ、敵絶対これ強くなってるよね。そんなに逃げた覚えはないんだけど。で、割と無駄な戦闘は避けてるつもりなんですけどね。敵が強い気がしてならんですよ。OK。いい感じですね。OK。やっぱり武器のレベルっていうか、レベルっていうかランクですね。レベルは上がるんですけど、持ってる敵の1段階上とかになるとやっぱり一気に強くなります。え、もう乱れちゃった。これは退却しましょうか。じゃあこの下のやつ強いですよね。 OK。 絶妙に来られたな。まあいいや。そうなんですよね。まあでもこれ逃げるとなんかすごいこうだから損な感じに、まあ、なりがちなんですけど、
ただですね、まあ、確かに倒すのめちゃくちゃ大変になるんですけど、逃げてばっかりだと。代わりに強くなると、その、なんていうんですか、技のひらめき度っていうのはすごく上がるんですよね。なんかこう、スーファミ版の頃にこうバグって、なんでかわかんないんですけど、異常に敵が強くなる場所があって、そこでなんだろう、植物系か動物系のやつだけすっごい強くなるのがあって、そこでめちゃくちゃ技ひらめかせてたのは覚えてますね。なんか再現性があるバグみたいな感じで、まあいろいろ遊んでましたね、そういう意味では。あとこうそういった情報の交換とかも結構みんな好きでやってましたね。あ、乱れたね。ちょっとすいませんね、この時間にメールが来るかね。結構な時間なんですけどね、今日もまた。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。私はあれですね、なんていうんですか、都会から戻る方ではなくて田舎にいる方の人なので、結構今年は例の病気がだいぶ落ち着いてきたんでですね、久しぶりに結構親族が集まってるような感じなんですよね。まあ、それもあってなんかあんまりこう昼間から遊びづらいゴールデンウィークになってますけど、まあまあでもなんか賑やかなのはやっぱりいいですね。なんかでも本当例の病気のおかげでまあいろいろ大変なこともあったんですけど、休みの取り方とかですね、まあ時間の使い方とかが随分変わったような気はしますね。まあ皆ではないんですけど、なかなかね、本当大変な人は大変だと思うんですけど、まあ、私も元々が結構ブラッキーなところでやってた人なので、これはやばい予感しかしないね。すいません、これ逃げましょう。あれ、退却ねえじゃん。そう、あれ、退却はあれしかないのか、リーダーしかできないのか。参ったな、これちょっとこいつらやっつけないと。うわ、一つでも倒しましょう。やめろー。いやー、死んだ。うわー、ミスった、やべえ。おえー、いってめっちゃ痛そうなキックでしたね。で、ジェラール君はいつまで寝てるんだい。やめて、やめてくれ。フライ。おお、いって、めちゃくちゃいって。やめろ、やめろ。死体蹴りをするんじゃないよ。一つ。マスターグってやつ結構強いのか。死なないですもんね、これじゃあ。200はありそうですね。いってって。テレーズこれ大丈夫なのか。あ、もうあと3ポイントしかないよ、LP が。あ、ちなみにですけど、これ、LP なくなって死ぬと、まあ復活は当然できないんですけど、あれなんですよね、一応これルールがあって、同じ職業の人ってぐるぐる回るんですよね、順番があって。なんでまたいずれ出てくるんですけど、LP0 でいなくなった場合はその交代リストから外れてきますね。結構ヘビーなんですよね、そういう意味では。なんでめちゃくちゃ強いけど LP が少ないキャラとか見て、まあ、そういうやつは結構気をつけて使わないと。お、強撃きた、おっしゃー、強い。 OK。 なんだかんだででもベアはよく耐えてくれますね。しかし本当技あんま覚えてないんだよね今回。ミスがすっごい多い気がする。うわ、死なないの。うわー、強いね。
なんか強すぎる気がするな。裏でもやってないですからね、これ。あれは全部もうミミックなので開けません。クジンシーがいるのはこれどっちを通ってもどっちもあんまり嫌だな。歯がつるっと抜けられないかな。絶対重ねえぞって感じですね。うわ、なんか強そうなやついるわ。この辺やっとくか。巻き打ち、こうしましょう。いけ。うわ、やっぱ強そうだね。よしよし、オッケー。よし、オッケー。じゃあちょっともったいない感じはしますけど、使わないよりいいでしょう。結構こう使わずに死んだらなんかちょっとバカバカしいですもんね。イエイ。デザインもほんと秀逸ですよね。このなんていうんですかね、あのロマサガの系と、まあ、サガ系って言った方がいいのかな。まあ元はあの FF と同じ方が作られてたりはするんですけど、あのサガシリーズは途中からもう専属であの作られる方があの固定されたような感じでしたけどね。もうちょっとラッパが効いた感じの、なんていうんですかね、あのすごいこうトランペットが似合うっていうか、そういう感じがすごい好きで、あのなんていうんですか、サントラとかも買ったりしてましたね。このパー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 っていう感じがすごく良くないですか。本当戦闘の音楽とか特に好きですね。椅子が多いな。なんかあの相手が強いというよりこっちが弱い感じがしますね。ちょっとメンツも見せた感じはしますけどね。よし、それでは行きましょうか。あ、やばいな、来たね。いやでももう考えることはないでしょう。このまま行きます。はい、チー、また来たのか。私の技は見切ることは不可能。なぜなら受けた者は必ず死ぬのだからな。そうですね、親父と兄貴の後を追え。言ってくれますね。よし、行きましょう。二段切りから入りましょう。もう最初から飛ばしていきますかね。いや待ってよ。これはですね、エアスクリーンを使っとこう。まだやってこないと踏んで攻撃しましょう。で、しょ、いや巻き打ちから入るか。ドブレイクしとくか。これいいよ。あ、これツタンで入るんだよな。いいよ。おーい。うわ、っていうかベア本当に何もねえな。まあもうずっと飛ばしていきましょう。で、ジェラールがやられては困るので、ジェラールもガードつけましょうね。エアスクリーンってどうだったかな。矢だけ防御力を高めるんだよね。確か風の魔法で2つ目かなんかがそういうのなんですよね。あの矢を寄せつけないみたいな感じのがありましたけど。巻き打ち、移動ブレイクもう一発いけ。そんなに体力なかったと思うんですよね、前回も。よいしょ、ほい。大丈夫大丈夫、硬いぞ。なんかクジシーが一番弱いじゃねえか。行きましょう。これはどうしようかな。順番で言うとでもやっぱこっちだよね、死んでもらったら困るのは。巻き打ち、
ピトブレイクそのまま行きましょう。どうだ、腕を上げたものだ。ピトブレイク、え、ボイドナスプロ、うわやられた、これはちょっと良くないね。巻き打ち、エアスクリーン、ケイ、そろそろかな、結構へばってきてると思いますね。あ、どうだっけ、確かなんかこの辺のタイミングだな、この再生入ったタイミングって確かなんかあった気がする。よし、じゃあここから飛ばしていきますよ。元気の水で、ジェラールを回復で、ベアはなんかベインが多いような気がするので、このまま攻撃しましょう。知ってもしなくても同じくらいですけど、ここは強撃に変更します。移動ブレイクは一緒、ほら、だがこの技はかわせまい、くらえ、ソウルスティール、はいはい、かわしましたね。まあ、これが伝承法で、まあ、このためにレオンは死んだわけですけど、まあ、本来なら見切ることのできないはずのソウルスティールの見切りが手に入ったって感じですね。そう、130の回復は結構雑ったらしいね。エアスクリーンをもう一回貼りましょう。で、ここはどうしようかな。もうパリじゃなくてもいいような気するけど、一応しとくか。攻撃、移動ブレイク。オッケー、いけ。ほら。おお、強い。アホが。効かねえんだよ。あ、ミスった。オッケー。130の回復はでもちょっと大きいな。回復は必要ないので、ウィンドカッターで攻撃。で、攻撃しましょう。やっぱりこの130はしっかり削り切りましょう。で、ビートブレイクですね。いけ！ OK、ナイスガード。よいしょ。ほら、ほら、ほら。おお、いったんじゃないか？こんなはずでは。よし、勝った。オッケーオッケー、意外といけましたね。周りが強いんでちょっとビビりましたけど、はい、500技術点を獲得しました。ヒットポイントがアップ。水の術、風の術、あ、そうか、使ったもんね、どっちも。結構魔法はちょくちょく使っとくと後が楽にはなりやすいですね。レベルアップ、レベルアップ、魂を食らうものの、トロフィーをゲットですね。そう、この俺がやられるとは。パワーを蓄えるためまた長い間眠られねばならぬのか。だがまだ死んだわけではないぞ、復讐してやるぞ、必ずな。父上、兄上、敵は取りました。だが苦人心のやつ、気になる捨て台詞だったな。死んだ者が生き返るはずもないが。ソーモンのダッシュにより北バレンヌの制圧はなり、南バレンヌへの進出が可能となった。それから1年後、ちょっと経ちましたね。ジェラル様のご活躍で国内の混乱も静まりました。レオン様、ビクトール様が亡くなられてから1年が経ちました。そろそろ行動を起こしても差し支えないかと思います。うむ、そうだな。いつまでもアバロンに落ち着いているわけにもいかないだろうな。では情報を聞かせてくれ。南バレンヌにはかつて帝国が築いたビクトル運河がございます。しかし現在そこには何者かが要塞を築き、運河の通行権を支配しております。南方のルドン地方には貴重な宝石を産する鉱山がありました。現状は分かりませんが、帝国の財政に寄与することは間違いありません。ビクトール運河か。よし、南バレンヌへ進出だ。ジェラールもすっかり皇帝になりましたね。かっこよくなりましたね。メンバーはまだ変わってないのかな。これはでもジェラールの代が終わる前にテレーザが行ってしまいそうな気はしますね。弓は結構魔法を除くと全体攻撃がすごい使いやすかったりする技が多いので、まああと陣形上、あれ？なんだこれ。ああ、はいはい、思い出したわ。
どうだっけ。これはですね、多分イベントなんですよ。ちゃんと起きてんね。行こうか。よいしょ。ちょっと街に出てみましょうか。どこだったかな。すいませんね。さすがにあんまりこういうの分かってない感じでやるのも一つの手なんですけど、多分これかなっていうイベントが、なんか微妙に分かっちゃうので。あ、出てしまったわ。こっち？あ、お墓あるね。お墓まだあるんだ。お。あったな、お墓もそういえば。思い出したわ。ここも結構大事な場所だった気がします。あれれれれ、あれれのれ。違うな、こっちじゃないのか。どうだっけ？皇帝の部屋の方か。ミスったかな？いや、いねえな。ちょっとすいませんね。ごめんなさい、戻らなくて。この辺りとか？いや、違うな、いないね。あれ？イベントじゃない？普段はですね、こんな夜になんか泊まるってことないはずなんですよね。何も起きないな。ここも違う。どうだったっけ？多分イベントだと思うんだけど、このタイミングだと。狙ってたわけじゃないので、ちょっとびっくりなんですけど。ちょっと待ってくださいね。多分イベントだと思うんですよ、これ。そして音がしないのがなんかすごく逆に不安なんだが。あっこじゃない？この人の家じゃない？あ、ほら、やられてるでしょ。あれ？いねえな、でも。街をしっかり見て歩くか。一応どこも入れんのかな。あ、こっから上がれるのか。屋根の上のダッシュ禁止、父ちゃん。よいしょ。あ、入れない。ここも行けんの？よいしょ。よいしょ。あ、いた。お前だな、アバロンの町で盗みを働いていたのは。皇帝。どうしてここがバレたの？ 待て。バイバイ。軽いね。オッケー？おかけましょう。よいしょ。おーっと、大丈夫け？ドジなシーフだな。モンスターに捕まったな。仕方がない。助けよう。モンスターども、お前たちの相手はこっちだ。あ、強い。戦闘にならなかった。大丈夫か？お人よしね、皇帝さん。でも、借りができちゃったわね。私に用があるときは、酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといいわ。おやすみ、皇帝さん。軽いな。そうか。あとは、こっちとかはいける。ここはいけそうですね。ちょっとせっかくなんでぐるっと屋根の上見てみますか。これ来たとこか。あ、じゃあこれで全部か。ここよりはいけないんだね。じゃあ帰りましょうか。あ、ここに帰ってきた。じゃあ寝よう。さてと、この辺りって結構微妙になんとなくうっすら覚えてるんだけどな。それではですね、まあ、いずれにしてもここで止まってても何にも得るものはないので、なんだっけ、技の保管所みたいなのがどっかあった気がするんだけど、まだないのかな？
まあでも本当あのレオンがやってたみたいにあの少しずつ見切り技とか覚えた必殺技をこう覚えていくと、あのまあいろんなこう技を次の人に引き継いでいけるんでですね、まあなのでできるだけこういろんな職業とかにもつくのもいいですし、魔法とかもそうなんですけどね。やりかまあいいでしょう。まあ今あんまりケチケチしてもしょうがないでしょうしね。ただ槍はあんま使わないんだよな。武装三段とか好きですけど、名前がすげえかっこいいんですよね。ロマサガは技がすごいかっこよくて好きですね。あのエフェクトもかっこいいですけどね。じゃあですね、酒場の親父に例のこのイベント進めてみましょう。どうだっけ、ヘクターもすっかりちゃんとこっちについてくれましたね。じゃあ聞いてみましょう。いらっしゃいませ。何か飲み物を、子猫は元気、墓地へ行って墓守に聞いてください。これですね。よし、じゃあ行ってみましょう。墓地はこっち側でしたっけ。さっきのとこですね。よいしょよいしょ。あ、いたいた、墓守。この人かな。墓へ。お、ここはシーフギルド、アバロンの裏の顔といったところですな。我らアバロンのシーフギルド、他人に知られてはいかんのだ。おや、新メンバーかな。うふふ、これ彼女ですね。我々はただの泥棒ではないのですよ。そうなんだ。何をだ。運河要塞に潜入して内情を調べてほしいのだ。礼金は弾むぞ。なるほど、そういう使い方か。皇帝陛下直々のご依頼とは恐れるが、それは受けられねえな。信用できねえ。ただしなんだ、地下墓地の入り口にタコみたいなモンスターが住み着いてな。そいつを倒してくれれば考えないでもないな。お安いご用だ、任せんしゃい。お話はしてくんないのか。どこだったかな。こういうのは多分ないんだよね。 FF とかドラクエと違って確かなかった気がしますね。あったかな。アーバロンだった。あ、入れ替わった。ここか、地下水路。なんかそのまま行ってもそこそこだったとは思うんですけどね。上に上がれるぞ。上がってみましょうか。これは、あ、城のここに繋がってたわけですね。実はシーフギルド真下にあったっていう。いいんだろうか。直通じゃん。お魚さんがたくさんいますね。じゃあ、ここから来たので、ここも降りれる。ここはどこにつながってんの。そうだよね。あ、武器屋さんかなんかだろうね。あ、下水道だからか。こっちはつながってない。これから来ましたよね確か。じゃあこれはやっぱりこっち行かなきゃいけないのか。どういうこと？待って、ここですよね。あそこ、あいつを倒すっていう話だと思うんですけど。はいはい、アーバロンね。あ、この間が通れるんじゃないかな。まあ、こういうの 2D のだからこそのあの見せ方ですよね。うわ、なんか強そうだな。はい、攻撃。ウィンドカッターを使います。こいつ硬そうなんで魔法使います。あとは攻撃で押しましょう。ほんとさらっと倒せるやつがいないよ。いいぞ。おお、意外とあっさりいった。こいつ強いんでしょうね。なんかちょっと体力高そうですもんね。いけ。よし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 。盾見てくればよかったかな。まあいっか。
ウィンドカッターはこっち。こうかな。あー外した。へい。おー、いった。マジか。へい。しょうがないですね。ちょ、硬いね、やっぱり。ナイス。一つに弱いのか。やれ。オッケー。結構もらってんね、盾当ててんのに。買った。情熱の香水、なんだかすごそうですね。このまま行きましょう。いいや。ディープワン動くね。よし、じゃあ二段切り。どうしようかな。エアスクリーン貼っとくか。でパリーとしましょう。で強撃を入れる。で移動ブレイク行きましょう。あー、でもダメージは結構入りますよこいつ。いやでも体力すごいなこれ絶対。お、ホラー入った。巻きつき、ナイスパリー、いい読みだ。二段切り、エアスクリーンで、戦闘の、まあ、どうしても集まるんでですね、いらないか。エアスクリーンをこっちに持ってっとくか。でパリーする。強撃、イードブレイク、 OK。 押し切れるはず。どうだ、まだダメか。いけ。あー、スカった。おお、やっぱ痛いな。これちょっともう死なれると厄介なんで水を使いましょう。よし、押し切った。技術点すごいな、やっぱボスは。なんかあんまり強くなりすぎると今度は技のひらめきがヘニョヘニョになるんですよね。 OK、 これで全部片付いたかな。これはどこにつながってる。あ、墓か。本当に墓だね。わあ、ここもでも覚えがあるなあ僕は。すっごい嫌な記憶しかないけど、めちゃめちゃ嫌なシナリオがあったはず。想像したらこううへーってなってるやつがあったんですけど、まあまあまたそれはいずれ出るでしょう。まああの必ずこうシナリオが出るっていうわけじゃないので、あの出るんですけど、やり方はやっぱりあって、あのこうすごいこうフラグの立ち方がうまく作ってあるんですよね。いろいろ見れるといいですけどね。まああんまり調べてはやりません。あの思った感じでもやります。よし、じゃあこれで力を貸してくれるね。やったよ。厄介者は始末してくれたようだな。約束通り協力したいんだが、そんな危険な仕事を引き受けるやつがいない。ひとつきじゃん。私がやるわ。本気か、キャット。借りがあるのよ皇帝さんに。運が良さいで待ってるわ。大丈夫け。いや、そうやんな。よし、じゃあですね、今日はまだもうちょっと時間があるので、運が良さいを攻略するまでやりましょうか。まあ、もしかしたらちょっとそこで一つ終わるかもしれないですけどね。まあまあ行きましょう。どう、戦闘回数的には結構10回以上は多分やんないとダメだったと思うので、まだできてないでしょうね。一応聞きに行ってみましょうか。まあ、極力こういうのは早く受け取った方が次が受けれていいですね。ダメか。今はまだ開発中なので、これが完成するまで戦闘をこなすしかないですね。まあ戦闘こなせば終わるんですけどね。まあ、だから
なんていうんですかね、こう周りが強くなるの気にしなければ別にどんどん回しちゃったって言っちゃいいんですよね。あの1の時はロマンシングサガ1の時には本当に武器も変えずに置いてかれるってことがあったんですけど、まあ、そのあたりは2ではないじゃないですね、まあ、何かしら逃げ道はあるんですけど、鎧とかでも欲しいよね。どっちか言うと盾とかもどっちでもいいんだな。あーまだ売ってないね、大盾のまんまだ。じゃあしょうがないか、このまま行こう。よし、じゃあそうか、一回ちょっと城まで戻るのめんちくさいんで、ちょっとみんな抜いて、宿屋で寝て、ダメ、毎回断られるんですよ。毎回こう一人足らないのがすごく気になるんですけどね、これ。よし、行きましょう。なんか装備が手に入るとよかったですけどね、さっきの分も持つかな。 あちなみにですね、まあ全体マップで言うと今北バレンヌっていうのがここです。で南バレンヌがここですね。なので地域マップにするとこの南バレンヌへっていうところですね。でマップを攻略していかないと好きなように動けるわけではないので、あのマップに何も出なかったりしますしね。こんな感じで今行けないんですよ、どこにも。選べるのはこの運河要塞とこのニーベルっていうところですね。ニーベル行ってみましょうか。どんな町だこれ。この町アラスベカラズ、あ竜の穴、そうなんよね。竜の穴はですね、これもやりたいイベントなんだけど、最近モンスターが増えたなってやつですよね。同時進行でもいけるのかなこれ。どっちもやりたいイベントではあるんですけどね。まあいっか、運河要塞先にやりましょうかね。で運河要塞が終わったらまた次で考えましょうか。あ竜の穴出た。どうしようかな、これも一緒にやりたい分なんですけど、これ置いとって大丈夫なのかな、キャットは。まあ40分か、どっちか1個だろうな、やれても。まあやっぱりまずはちょっと途中まで進めちゃいましたし、運河要塞行きましょうか。ここのお話もちょっと気になりますけどね。こんな感じで敵がいますね。普通にいるんだ。もうなるほどね。あ、本当はここで聞いていくんだったのかもですね。あ、いたいた、キャット。割と皇帝さ、陛下見つけました、隣の小屋へ来てください。やりおるわ。よいしょ、隣の小屋っていうとここか。本当はここをこう突っ込んでいくとこなんですよね。よいしょ、ここです。ここやるね。ボスの部屋は3階です。目印を置いておきました、小口で。ありがとう。じゃあせっかくなんで運河要塞をあの攻略しましょうか。どうしようかな、竜の穴気になるな。まあいっか、まあいいや。ああなるほど、これでこっちだよって教えてくれてるんですね。ちなみに他のところで、なんか宝とかありそうですけどね。うわ、はい、絶対逃がさないマンだ。
と。エアスクリーンはウィンドカッターで。ありじゃない。攻撃攻撃こんなもん。攻撃じゃない。攻撃。まあでも、硬くはなさそうじゃないですか。やってくるとは思ったよ。わ、しかも一番ヘロヘロのやつだよ。お、強い。あれ、こんな強かったっけ。痛い。うわあ、熱い。うえ。あ、強いぞ。あれ、こんなに強かったっけ、この人。うわ、スカ。よしよし、オッケーオッケー。いや、ちょっと気になったのが、こういう、あ、中ってなんかありそうじゃないですか。おーおー、やべやべ。やべえ。うん、ちょっと嫌だな、やっぱあそこは。ちょっとウィンドカッター強くない？ナイス。ここはまあ火力ないの分かってるからいいんだよな。ライスカが多いな、頑張って。これは素直に行きましょう。やっぱキャットの言いつけを守るべきだね。ああ、これひょっとして宝箱も教えてくれてんじゃない？ほら、やっぱり超いいやつじゃん。妖刀流行なんだこれ。体験面白いね。なんだ、持ち物で見てみますか。妖刀流行さんはこれ、極と両手を魔を倒す力を持つ。魔を倒す、まあいい。ベアに、ベアじゃない、ジェームズに、バスタードソードのか、偏るな。もう一人いるとよかったな。剣体験。あー、どうだろうね。ベアに持たしてもいいっちゃいいんだけど。ジェラールもまあ一個持っとくか。あ、フルレンなんか持ってるよりバスト持ってる方がいいでしょ。オッケー、いいね。何もないところはこうなると超いいやつじゃん。これは攻略はハードルよ。いきましょう。まあ、あとはもうキャットを信じて進むのみにしましょう。はいはい、また宝箱じゃないかな。いいね、スターストーン。オッケー。スターストーンは何だろう。見ましょう。あった。魔力アップ、魔力アップなら、装備で、アリエスに、ここに装備しましょう。シルバーソン、これこの状態で見れるといいんだけどね。多分外さないと見れないでしょうね、これ。眠りから守る。どうしようかな、これ、ジェラールが持っとこうよくない？ソーモンの指輪を外して、シルバーリング。で、装備で、装備じゃない、持ち物で、ソーモンの指輪、魔力アップ、精神を守る。精神を守るっていうのはなんかいい感じなんですけど、魔力アップはもう、逆にアリエスにゴリゴリにくっつけちゃいましょうか。魔力上がるとクソ火力上がるはずなんですよね。あのステータスの魔力なんですけど、能力値のとこですね。あのこれでいう魔力なんですけど、これ1上がるごとにめちゃめちゃ強かった気がするので、このままいっちゃいましょう。いいね、サクサクじゃん。てか普通にやったらこの運河要塞ってめちゃくちゃきついでしょうね、多分。さあどこだ、地下。でででではないの？そうかい。じゃあ突っ込むよ。あ、これがボスか。ソーモンの苦人士を倒し、日の出の勢いだそうだな。あ、勢いだそうだが、それもここまでだな。苦人士は七英雄でも小物言われちゃった。我が主、牧音様こそ真の英雄よ。
そうか、また出ましたね、シエウ。僕音ですね。どうだろうな。まあ、こういうこと言うやつは大体小物なんですけどね。僕音様の片腕としてこの要塞を預かる私が始末してやろう。さあ来い。バイカーですね。よし、行きましょう。二段切りで、これはどうしようかな。先に周りから片付けましょうか。ウィンドカッターだ。ここは押そう。パリにしとこう。で、強撃。もう火力、マックスでいきましょう。あ、脳天割りはやめて。最悪だ。うわー、いろいろ最悪。ちょっと待って、魔法。セーブしてねえわ。やべ、強い。ちょっと待って待って、これやばいぞ。いや、行って行って、ちょっと待って、やべ。いや、死んだ、これまずいわ。うっそ。あ、これ終わった。終わった。あ、生き返るんだ。ちょっと待って、あ、もうない。ここ、傷薬で。で、パリしとこう。うお、やめろ。あ、マジで。オッケー。よしよし、立て直った。二段切りで、こいつ。ウィンドカッター、こいつ。なぎ払いでスタンを狙おう。あ、キツキツに持ってた。これを、こいつ。うわー、やられた。うん、いやー、強い。今、スタンはいらない。うわー、やめて。間に合うか。ない。うお、ガードして194持ってかれた。二段切りか。ライトボールで失明を狙おう。やめろ。生きてる。いける。いや、倒れない。あ、ダメ、これ勝てないわ。あ、退却できた。あ、マジで体力却はできる。でもボロボロだ。どうしよう。持ち物で、これは良くないよ。情熱の香水はいらない。結界石今あんま意味ないね。違う、持たせたいんだよ。違う。装備で、これはちょっと勝ち目が薄い戦いですね。どうしよう。てか、こんな難しいのか。強すぎだろ、これ。
みんなちょっと傷薬だけはいっぱい持ちましょう。ブルーレとか持ってる場合ちゃうわ。てかそれでも死ぬんだろうけど。ちょっとこのアリエスにかけたいとこだね。でテレーズはもうこんなんつけずに、少しでも硬い方がいい。ベアが、で持ち物でちょっと確認しましょう。フリースナイフは防御が1上がるだけ、シルバーリングも防御1なだけ、眠りから守るの効果があるだけか。じゃあもう上げられるのはもうないから、シルバーリングで睡眠無効にしましょう。でジェラアルベア、まあそう思うと別にもうリング系はいらないのか。あでもこれ以上もう何にもできないな。LP がもうやべえもん、1しかない。もらったら死ぬね。終わってんな。まあしょうがない、ラストチャンス。 OK いきます、再戦。あセーブすればよかった。待って、待って待ってまた無駄に戦闘を増やすな。ちょっと別の場所にセーブしましょう。でダメだったらちょっともうこれもうほぼ終わってるんでやめます。もう一回取り直しますわ。今日の分一回もセーブしてないですからね。ライトボール、ウィンドカッターでまずは数減らしていきたい。パリ、強撃、ミドブレイクで動きを止めたい。いけライトボール、暗闇だ。いいぞ、サク感激効かない。いけ、よし。うーん痛い、混乱しろ。よし一つ片付けた。ジェラールはいい。ウィンドカッターは止めない。このトカゲ、パリ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 すべきか。いやこいつは一番火力がないからこうして、で強撃、移動ブレイク、いけ、硬いね。混乱しろ。よし、混乱すると動きが止まる可能性が高まりますね。ダメか、持ってかれた。ウィンドカッターは止めない。強撃も止めない。移動ブレイクはそのままで、ジェラール、よしナイス、いけ。あーダメか、ウィンドカッターで死んでくれ。ダメか、まあまあ動きは止めてる。待ってよ、今フライはついてる。ライトボールしとくか。で傷薬をベアに、スタン、いやー持ってかれた。よしオッケーオッケー、いいよ。なんでこんなところで白熱してんだよ。ウィンドカッターは止めない。傷薬、強撃、移動ブレイクで止めたい。の点終わりはやめて。痛い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 、わーガードしやがった。そうなんですよね、バックラー持ってる相手はこれがあるからいやらしい。魔法だ、暗い。よしオッケーナイスリベンジ、危なかった。
そう、退却システムがあるのを忘れてました。危なかった。まあジラル死んじゃいましたけど、オッケー。お、褒美を取らせよう。キャットですね。いえ、要塞の宝箱から十分いただきましたから。ちゃっかりしてんね。そうか、抜け目ないな。はは、あ、サクッといった。町の盗賊、ビクトルンガを取り戻し、帝国は前世時の、領土を回復したってことかな。あー、立っちゃったか。はい、じゃあですね、今日はここまでにしましょう。ちょっとこうなるかなと思ってたんですよね。まあ、こんな感じで、ある程度話が進むと、こういうふうにこうグッと時代が進んで、その新しい皇帝に、能力が継がれるっていう形になります。まあ、なのでだんだん時代が経っていくっていう感じですね。でいずれっていう話ですよね。まあ、こんな感じでこうどう言ったらいいですかね。この特にロマサガのシリーズで面白いなって思うのはこのまさにサガシステムですよね。まあ、サーガというかサガでありサーガっていうかちょっとおしゃれな感じで言うと、まあそうなんですけど、こう吟遊詩人が語ってる感じがこうすごくするような流れになってて面白いですよね。まあ1はこういう時代が飛ぶとかはなかったんですけどね。これ2特有のシステムです。なのでこの歴史年表をみんなで埋めていくっていう感じです。この年表を埋めていくんですけど、歴史の教科書と違って自分たちが作っていく歴史ですね。なので自分が取った判断で違います。だから例えばですけど、さっきの、盗賊のキャットですねがいましたけど、そのキャットの協力を仰がないとまた違った歴史になりますし、キャットに合わない場合もあります。でもしくは、先ほど竜の穴の話をやらなかったんですけど、まあ、竜の穴のがどうなるのかっていうのもまた変わってくると思います。まあ変わらずにそのまま滞留するストーリーもあるのかな。竜の穴はそうなのかな。ちょっとそのあたりがちょっとはっきりしませんが、次回はですね、あ、ていうか、まあこれちょっとあれは決めましょう。さすがにね、皇帝はね、セーブができないんで、今度はちゃんとセーブしていきましょう。ですね、どうしようかな、これ。これは弓の人ですね。軽装兵と、宮廷魔術師の、これは炎かな？で、これは、あれですね、女性の普通の、まあ重装じゃないけど、弓じゃなくて体験使ってた人の分ですね。C ではこれはもう体験専門みたいな感じですかね。デシカの方はどっちかいうといろんな武器が使えるっていう感じですけど、まあ、C でとかでもいいような気はしますけどね。どういったらいいですかね。割と最終工程の流れで言うと体験を育てて悪くないんだよな。どうしようかな。まあ、ただ、いろんな武器を覚えるっていう意味では、こいつは優秀なんですよね。こいつはオールマイティなので、そうだな。ジェシカで行きましょうかね。まあ、無難っちゃ無難なんですけど。魔法使いとかも悪くないんですけどね。結構、だから魔力上げると火力出るんですよね。まあまあいいや。あんまり時間かけてもしょうがないんで。じゃあ、思い切る前に、ちょっと中途半端な気持ちで始めたので、特に変わった人もいないんでですね、今回は。例えばこれで前回、次から仲間できるもう盗賊が仲間になるんですけど、そのメンバーがいた場合は、盗賊を入れます。これも理由がありますけどね。まあ、またその時が来た時にお話ししましょう。すいません。では、今回はジェシカとしましょう。てか、全員女性なんだな。じゃあ、女帝ですね。ジェシカを皇帝とします。帝国継承歩兵のジェシカですね。いいですよ。はい。はい、これで、ジェラールの能力が継がれました。なので元の能力とは別にまあ元々魔法とか使えないですけど、これはジェラールが使えてた炎の魔法、そしてレオンが使っていた、光の魔法ですね。で、あとはどうだろう、技とかもそうかな。ほら、こんな感じでですね、覚えていた技を引き継いでます。サイドワインダー使えたんだね。ただどうなんだろう、体験の技とか自分以外のはですね、どうだったかな、継承されないような気がするんですよね。
よしよし、まあまあ行きましょう。ではですね、次回はそうですね、あの竜の穴がちょっと気になるのでそっちを見ていきたいとこですが、まあいずれにしてもあの周りの情報を仕入れていかないと今の状況が分かんないですね。あの多分左のあの隣の人たちとか、あのいわゆる学者タイプの人があのいろいろ知ってると思うので、文官タイプの人たちですね、こちらの方から話を伺って、今の状況を確認して、この109年後の世界ですねをまた冒険していきましょう。はい、だから、前回やったその婦人氏を倒したこと、北バレンヌの制圧と南バレンヌへの侵攻で、ビクトル運河の解放でまた、話があのさらに先へ進めることができるようになったっていう感じになっています。まあ、これが本当ロマンシングサガの面白いところですね。あの特にロマサガ2ですね。まあ1もあるのかな、こういう流れ。まあまあいやいや違うゲームですからね。またしましょう。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。では皆さん、本当いつもダラダラ私話しちゃうんですけど、ちょっとできるだけあんまりシステムとかをベラベラ喋らないようにしようと思ったんですけど、やっぱもう好きなんでやっぱ言っちゃいますね、申し訳ない。はい、まあ一応もうネタバレありですって書いてあるんで、そのあたりこらえていただければとは思います。まあ結構忘れてますけどね、でも。はい、まあまあでも結構やばそうですね、思った以上にきつそうだ。もうちょっと楽なイメージあったんだけどな。まあちょっと丁寧さもないですよね、雑に進めちゃってるんで、そのあたりはあるんですけど、まあまあまあ、あのそんなにこう鬼のようなゲームではないので、よく言われますけどね、まずいって言われますけど、そんなことないと思いますから、あのゆっくり遊んでいきましょう。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。では皆さんどうも長時間ありがとうございました。またよかったらですね、あの遊びに来てもらえると大変嬉しいかなと思います。で、もしですね、何かありましたら、そうですね、音量の話とかもそうですし、ゲームの話とかも全然していただいて結構ですので、まあ、あんまりこう、ストーリーを全部喋っちゃうとかっていうのは良くないんですけど、例えばこう思い出して、あ、こここうだったよねとかっていうのは、私もぜひぜひ聞いてみたいところではありますからね、自分も思い出しながらやってますし、特に古いゲームとかやられた方とか、まあ、世代もありますし、世代超えて遊ばれた方とかもおられると思うんでですね、そういうのでまた、こういうの楽しかったよねとかっていうのがもしあればですね、またそういうコメントも書いていただけると大変嬉しいかなと思います。まあ本当にこういうおじさんが適当にこう自分が好きなゲームを、懐かしいゲームを好きなように遊んでるだけなんで、本当あんまり固いこと一個なしっていう感じでやっていきたいと思ってますんで、まあもしよかったら今後とも一つよろしくお願いいたします。はい、では今日はここまでにしようと思いますね。本当長時間お疲れ様でした。ではまたよかったら次回の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。